どうも、推しはデルタ、ワサモンです。よろしくお願いします。チャンネル登録者数年内目標5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタンを押して、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、影の実力者になりたくて第15話、最強最弱の男です。矛盾してんな。なんだろう。最強最弱の男。シャドウかね、なんだろうかね、なんだろうな、わかんねえや。まあまず前回のおさらい、第14話が、久しぶりのアトミックだったね。なんかまたなんか言った後にアトミックって言ってたけど、まあでもやっぱ強いなっていう感じだ。あとなんかね、あれだったね、全部ぶっ飛ばしてたね。剣抜いて鎖壊してっていう手順があるんだけど、もうめんどくさいから全部まとめてやればよくねっつって、ドアガン、とんでもねえよ。で、今なんかちゃんとね、七影の方もなんかいろいろ動きはやってるみたいだね。あとなんかあったっけな、そんなもんじゃない、多分だと思うけどな。ハゲとかって結局倒したっていうことでいいんかな、どうなんだろう。あとあれ、あの左腕のあれはびっくりしたね。あれはすごかった。ああ、こういうことだったのかーつって、それはびっくりした。そうだ、でなんか今回は多分あのなんか武神祭のなんたらみたいなやつがあんじゃないのかなって思うんでね、まあ早速楽しみだ、見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。うん、まあ日付的にはね一緒なんだ。今1月16日のね、今ね13時34分だ。ほんとついさっき1個前のワーワー見たんだけど、これはね多分ね1月17日に投稿してるはず。連続して見てるから、休憩しねえと無理だ、きちいわ。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1スタート。バキやん。おいおいおい、あいつ死ぬわ。バキやん。一番最初のあそこやん。強そう。うわあ、こいつ強そう。海外勢って今のやつ分かってんのかな、乗るしかないこのビッグウェーブにって。俺の中のイメージだとあの iPhone の人なんだけどな、 iPhone 買いに行ったモヒカンの人がいっちゃん最初に出てくるんだけど、乗るしかないこのビッグウェーブに。あれの元ネタって何なんだろうな。
それにおいおいおい死ぬわあいつはもうバキのマジのいっちゃん最初の時じゃない、グラップラーバキだったっけな、炭酸抜きコーラやろ、ほう炭酸抜きコーラですか、炭酸抜きコーラはつって解説が入るやつやん。でバキが弁当を食べ始めるでしょ、弁当だったっけな、餅だったかな、どうしちゃったっけな、なんか食べよってようなのは覚えてんだけどな。海外勢わかんのかな、こういうのなんか多いな。まあ中二病なんか変わった、本編開始なんか変わった、最後あんなカットあったっけな、ねっ。お、起きてる。あほら。二台使うんだ。地味な繊維ね。そういえばド M ケツハットはどうした？なんか前回名前はあったけど、怖っ。おーすげえ。すげえ。どうやったらここまでです。こけることができる。
やられるんだ。かっこいい。かっこいい。なんで2回繰り返したんだ。安直な名前やん。
思ったよりそのまんまの名前やな。お、こいつや。お、なんだ。ゴルド金メッキ。ゴルド金メッキ。行ってこい。キュート。あ、地味な青年。なんだそれ。
説得力。はあ、地味だな。雑魚だ。33。ジョッキいっぱい。あれ？あら？一発か。絶対ちげえやん。28になってんじゃん。生首やったら怖いな。おろう。おう、なんで？なぜそんなことを？何が起きたんだろうか。ド M ケツハットさん結局出てこずじゃん。そしたら名前だけめっちゃ気になってたのに、ド M ケツハットさん、あれまあ大変だわ。でも、あれだもんな、次の試合がこっちとしてはあるし。ジョッキ一杯さんとの戦いがあるよ。ゴルドキンメッキさんが。キンメッキさんと戦わないといけないけど。でもなんで、刺して逃げたん？逃げたってどういうこと？いや、まあでも逃げた以前になんで刺したん？どうしたんだろうか？はめられたんかな？誰かに。誰がって、じゃあ、なる。なんだろう？あれまあ、わかんねえことになっちまったな。大変だぜ。いやでも地味な青年としての戦いは残ってるし、
うわあ、でもなんでそんなド M ケツハットさんがなんか余計なことしたから、やってないと思うけどな。なんだっけ、マグロナルドやったっけ。ハンバーグ1個渡したぐらいだし、なんかそこら辺で、なんかそういう会話あったかな、なかったような気はすっけどな。まあ、でも大変なことになったのは間違いないかな。どういう風にしていくんでしょうかね。困ったものだわ。まあ次回がいつだ。18だったっけ。18の夜だかなんだかで、まあ多分見れると思うけど、まあわかんねえや。見れるタイミングで見ます。そしてこの動画は、1月16日に撮ってるけど、多分17日の夜ぐらいに出してると思います。はあ、そんなもんか。なんかあるかな。他、ド M ケツハット、ジャガ説とかない。ないね。さすがにないか。なんだろうな。わかんねえや。終わり。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。概要欄の方にリンク貼っておりますので、そちらチェックもぜひ。ということで、影の実力者になりたくて第15話、最強静寂の男でした。ありがとうございました。ならね。